チョンブリー県は、タイ王国、中部の県の一つ。チャチューンサオ県、チャンタブリー県、ラヨーン県と接し、海岸部は、タイランド湾と接する。チョンブリー県とも称される。チョンブリーの領域は、アユタヤ時代から、地方都市として栄えていた。その他、現在のチョンブリー県の領域には、ムアンバーンサイ、ムアンバーンプラーソイ、ムアンバーンプラ、ムアンバーンラムンなどがあったがこれらは、 着利改革の過程で、チョンブリー県に編入された。1950年代頃までは、県は発展から遅れていた。しかしベトナム戦争を境に、県内のウルタパオ空軍基地が利用され、近くにあったパタヤが保養地として利用され始めたため、県内及びパタヤは大きく発展した。県は、バンコクの郊外にあり、タイランド湾が角張っているところに位置する。 県内北部には、肥沃な土地が広がり農業に利用されている一方で、県西北部から南東部までは山脈もある。サッタヒープ郡には深めの入り江がある。チョンブリー県は11の郡に分かれる。さらにその階に92の町と687の村がある。ありがとうございます。